大丈夫ですかね。僕多分これ一試合やって寝ると思います。まあ楽しい試合しましょう。Let's drink all that。なんか俺の偽物がない。ツイッターやってんの。役職をお選びください。もう何考えてんの。選択しない場合、余っている役職は。やってる時間もねえよ。ツイッターやってる時間も。っていう。あなたの役職は。フォローなんてしばらくツイッター自体をログインしてないから無理に決まる。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方を行ってください。多分自分が占い出た方が発言弱いんで、あの、あ、はい、あのお任せしますよ。はい、いただけたら、はい、お任せします。はい、お願いします。うん、いいんじゃないですか。でも、ロックってのはやっぱり研いでくれない。冷静に考えてくんない。いろんなことを。なんで8番って1番に振れないんだろうとか。昨夜は誰も知りませんでした。1番ライン切ってんのに振れないんだろうとか。いろいろ考えるのなかった。5番のプレイヤーが発言します。あの7番のロックもね。はい。おはようございます。トップバッターですか。ちょっと盤面の話するのは陣外固めるからとかよく言われるから、あんま言ったら黒く見られたらごめんなさい。ただ、自分2番目やったら釣り切って3仕様やったら新切りしたいです。新切り。情報釣りの観点で新釣ること考えたら、新切り進行でもし白が落ちても強靭だろうって言える村が強いと思ってます。はい。占い2仕様の盤面でも決め打ち盤面が来るので3仕様でも決め打ちできないようならもう元々弱い村やと思ってます。ぐらいですかね。持論としては、村がこの人白いよねって言った状態でも自分と目線が違うかったら自分は自分が黒く思われたとしてもちゃんと発言はしていこうと思ってます。はい、2周目頑張ります。あ、無理やね。6番のプレイヤーが発言します。いや、いや、無理だ。はい、おはようございます。2番3白です。2番3白、把握お願いします。まあ、5番3に関しては2周目したいかなと思っている。うん、で、もう霊能に関してはパッて出てきてほしいかな。理想系は精査するだけ無駄と思うから。1か6の2、うん、で、まあ、騎士は盤面で、だから1か6だ出てきてほしいときは言います。それ以外は出てこんでいいかなと思っている。できればやっぱ出てほしいわな。そんな感じです。ゼロレベルだったらまあ、普通に発言禁止して、自分の色を出してきてくれたら、それで結構盤面詰まると思ってるから、発言をしっかりしてほしいと思ってます。自分の色をしっかり落としてほしいと思ってます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。自分が占いで9番さん、ランダム白です。で、まあ、役の動きは、まあ、6番さん陣外なんですけど、その動きで、別に自分もおむね同意なんですけど、6番さんが今5番さんに対して2周目次第ってあっさり、言ったところが、いや、どうなんだろうなって、今違和感ですね。5、6ラインがあるのか、それとも6番さん人狼で、5番さんの村してて2周目次第っていう風にスパッと切ったのか、ちょっとその辺はまだ今見えてない状態なんで、ちょっとまだ今現状6番さんが何者なのかっていうのもわかんないですし、その5番さんが繋がってるのかっていうのもわかんない状態ですね。はい。うん。まあ、なんで、まあ、役の動きは、まあ今、6番さんとおめでとうと言ったんで、しかし2周目自分ついてあげるようにですね、頑張ってやっていきたいと思ってます。以上です。失礼します。8番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、どっちが主任かはまだわかんないですね。5番さんなんか明日語ってたなっていう印象ですね。まあ、とりあえず今日はね。まあ、6、7ね。どっちも芯がなさそうに見えますよね。まあ、私からすると。どっちか芯がいると、皆さん思ってるかもしれないけど、どっちも芯ないかもしれないですよ。うん、こんなもんです、このゲーム。新しい芯の占い師が出てくるかもしれませんよ、ボット。はい。ということでね、今日は黒い人釣りましょうね。怪しい人とかおかしい人で黒い人釣れば、まあ、で、村が白くなれば勝てるんでね。なので、まあ、陣が釣って勝ちたいと思ってますね。以上です。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい。とりあえず、例の使用しときますね。はい。で、6番と7番に関しては、まだ正直、差はついてないですね。うん、そこは8番さんと同様なんですけれども、両方偽っぽいっていうのは、ちょっと、その言葉のチョイスが違うんじゃないかって思うので、
まあ、8番さん占い師なんですかねって思いながら聞いてましたね。まあ、5番さんはどうなんでしょうね。まあ、2周目なんじゃないですかね。まあ、6番さん、7番さんは、まあ、その役出しの部分の、まあ、それは宗教上の問題っていうのもあると思うので、まあ、別にそこのところで、そのポイント性は、ポイントの上がり下がりはないと思ってるんでね。まあ、騎士に関しては潜伏してくださいね。もう、やめてくださいね。そういう、もうなんか、テンプレな、もう、神市になるって、じゃあ、騎士ってじゃあ、何のためにいるんだって話になるんですからね。もう、出なくていいです。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。おはようございます。キッシュベルでございます。7番の白崎がちょっと把握漏れてますね。7番の白崎が把握漏れてます。6番の白崎、2番は把握してますけど、7番のところだけ漏れてます。申し訳ない。2番さん教えてください、ね。6番、7番、仮に狼家庭ならば、8番が6番、7番に対し、両方に殴る構図が、自らが両方の裏の位置に入ってくる構図だから、8番の狼はないのかな。6番、7番が狼家庭だったとき、8番の狼がないのかなっていうくらい。で、6番、7番が狼だったときに、じゃあ8番って陣外あったら普通に強陣あるのかなって思ったぐらいかな。5番に関しては2周目の思考を聞いてからでいいかなって思ってるぐらい、6番7番が新境だった場合は8の狼普通にあり得ると思っているくらいかな。はい、以上。2番 のプレイヤーが発言します。はい、しようないっすよ。7番の白崎、9番白です。1番は8番が6、7新境だった時、8番の狼がある。8番の狼ないのかなって、殴ってる構図、6、7新境だと狼ある、どっちやねんって思うし、8番は全く別に情報ないよ。5番に関してはこれただの雑談だけど、基本的に白出ても新切り進行2日目どこすんのって話っすよ。まあね、占いが白白ったらどうするんですか。結局占いの決めしたからもうロラした方が早いと思うから。白出たらもうロラっす。占い3章、3章なんか知らないよ。これ進行論の違いだけどよくわかんないから別に、まあならなかったらならなかったでこれただの雑談でしかないから。あと9番はいらない情報多すぎ、とりあえず霊能しよう。いや普通に霊能語るのか何してないか知らないけど、とりあえず霊能しようとか、そういうよくわかんない発言しなくていいですよ。2枚出たらあんたから釣るぐらい。6番とかも5番がなんか白見たらとりあえず占いはもう決め打ちますって言うけど、結局突っ込んだ方が良くねって思うけど、2周目って言うけど、はい、それぐらい以上。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます、村陣営です。占い師に関しては私は7番さんちょっと印象悪いなって思った理由があって、それはなんか5番さんへの触れ方、なんだろう、5番さん単体で、まあ、色落ちがない位置だと思うんですけど、そこに対して、6番さんが、パッて5番さんに触れたから、ライン切りがあるのかな、みたいな発言が、まあ、6番さん強靭の可能性も7番さん目線全然あって、まずそこが一つ引っかかったっていうのと、別に5番さん単体で怪しいところなければ、6番さんから引っ張ってそんな言う必要あるのかなって、ちょっと私は7番さんに対して思いました。で、グレーに関しては、怪しいのは、まあ、1番さん。時点で8番さんかなっていうぐらいで、8番さんは占い師にどっちも偽だと思う理由を教えてほしいし、私は分からなかったから、村だったら私は理解できないし、1番さんがそれで8番さんのことを何だろう、76に狼、76に占われやすいから村っぽいって言ったのが私。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、どうしようかなっていろいろ考えてたんですけど、まあ、出ますね。はい、霊能です。で、9番さん、アーマー、明らかにアーマーなんで、9番さんが仮にこのまま居座ろうが、ムラスラ仕様が2一場面だと思って進行してください。まあ、場合によっては3一になるかもしれない。ここでさらに霊能出てくるっていうね、勇気のある人物はまあ、いないと思うんでね。はい。で、まあ、2番さんちょっと我慢しててくださいね。はい。5番さんがね、人狼見えてるんですけど、まあ、これで5番さんつったらさ、ゲーム的にちょっとかわいそうだから、5番さん泳がせて、今日は、まあ、進めた方がいいんじゃないかな、とは言っておきますね。はい。まあ、最終位置なんで、ランテージ、あるいは一本下しようかなと思ってますが、まあ、5番さん頑張ってください。はい、6、7、難しいですね。はい、5番。のプレイヤーが発言します。いやー頑張りたいんすけどね、あれで結構釣り位置5っ
って人狼目で見られてる。これ盤面固まった感じでいいですか？ 2-2 盤面ってことでいいですか？ああ、スラするんだ。めんどくさー。何のための霊能出たんやろ、9万さんって思ったけど。どういうこと？何のためにして、しでかしたんやろって思ってるかな。わ、めっちゃめんどくさいや、鬱陶しい。占い。あ、ほな、三しようでいいですか？三しよう、旧騎士。ムラスラしてる。もうめっちゃめんどくさいねんけど。ってことは三が騎士ってことですか？で、九しろ、四番もすら。あ、三しよう。三しよう。ほな、まあ、八から釣りますね。六七出てる状態で八が潜伏する理由っていうのがわからへん。もう二人出てきてるんでしょう。はい。八、新切りでいきたいと思ってます。6と7で占い師発言で出てるにもかかわらず、8番って何しよう狙ってたんでしょうか。それがおかしいと思ってます。8新切りでいきます。6番のプレイヤーが発言します。皆さん目線8番の芯切れると思うんで8番言ってください。もう説明するのもめんどくさいんでね。で、俺3番さんが一番村目と思っていた発言があって、まあ、騎士やったからええけどさ、5番さんが、どっちなんかなって俺思ってる節がある。で、4番さんに関したら、霊能すらないよねって発言した上で、それですらしてる盤面か、盤面を狂わしてるように感じた。正直、ムラリラリはない。2周目の発言聞いてみないと分かんない。5番さんはそれは発言伸びひんくてしゃあないと思っている。もし7番がロージックやった場合、5番はないと思っている。理由としたら、7番さんの発言で3番さんが拾っていたけども、そこで、ゴール枠のラインって発言残してると思うんだ。そこの発言で7番さんの芯も切れると思っている。グレー政策聞かないと分からんからね。で、4番さんに関しては、霊能出た上で、で、9番さんのスライド分かってるよねって言って、で、なおかつ、それでグレー詰めようとした盤面か。正直4番さんの芯、白が拾えない状況か。かな。そんな感じです。まあまあ、そんな感じですね。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、私が1周目に行ったのは、6番さんが5番さんに対して2周目次第、それでスパッと切ったんですね、グレーセーサーを。だからこれ、ラインがあってのあれなのか、それでも6番さんローで、5番さんの裏が透けてて、そういうふうにじゃあ2周目で5番さんみたいな感じでスパッと切ったのかっていうふうに言ったんで、そこを3番さん、ちょっと騎士さんなんですけど、履き違えてますよ、そこは。はい。で、現状内訳なんですけど、6番さん強人、8番さん人狼かなって思ってますね。っていうのも、8番さんが強人で、わざわざ騎士出たりとか、それから、今度占い語ってるわけでしょ？強人で、そんなことしたら、つらいに来るのバレバレじゃないですか。だからこそ、8番さん人狼かなって思ってますね。で、6番さん強人。はい。てか、5番さん例の内訳してるんでしょ？で、4番さんの老目は薄いんじゃないかなって思ってますね。はい。4番さんが人狼の場合にわざわざその位置で霊能なんか語って、例えば9番さんが例えば新霊能だった場合ですよ。結局霊能ロラ咲いて狼1匹さよならするわけでしょ。ってことは狼でいないわけですから、4番さんのローはほぼないと思ってますね。なんで、ラスル1は、まあ、1、2番さんどっちかなとは思ってはいるんですね。はい。さすがに6、8番さんのローローっていうのもほぼないかなって思ってるんで、あまり連携は取れてないでしょ。6、8番さん狼の場合って。まあ、なので今日は8番さんから、来ていただきたいかなと思いはするんですけど、まあ問題が、例えば2、8番さんだった場合に、8番さんが何動きかするかっていう、と、それもないと思うんで、現状1番さんがラスルかなって自分は今見てますね。8番
のプレイヤーが発言します。うん、4級こんなの生きてるからね、神としてね、騎士でね、これでやってるんだったらね、噛まれたら困るでしょ。まあ、4級どうせ騎士なんだろうと思ってね。まあ、まあ、炙り出しですよ。で、騎士だったら早く出ろっていう意味で、こんなくだらないプレイしてんじゃないよと思ったら3番が出てきたっていう、私三四郎持ってたんですね。驚きですよ。まあ、私ね、まあ、とりあえず6、7ってね、強炉なんですよ。だから6、7つってくださいよ。あとさ、4級もしかし、霊能だったら、出ましょうね。うん、5番、偽なんじゃない？俺を押すなんて。俺の動きって蒸らしてんの動きでしょ？ 4 と9に騎士いたらやばいでしょ？噛まれて。そういうのがなぜわからないんですか？この8番ってのが最白でしょ？ 6 と7の方に芯なんかないでしょ？私のようにね、村のために動くプレイ。そして、三四郎を持っていた。3番から騎士が出て、私は三四郎持ってたんですよ。後付けじゃないんですよ。これはね、神様が選んだんですよ、乱四郎ってのは。私とのね、運命ですよ。3と8の運命。村同士のタッグですよ。まあ、4級のせいでね、3番の騎士が透けたんですよ。君たちはもう地釣りしなさい、4番、9番が。もうその中に陣がいますか？本当に霊能がいるなら出てくださいよ。5番釣りましょうよ。死んじゃないでしょ。4と9の霊能がいたらしっかり出てください。全人がやれたらもう出てくださいよ。もう君たちのせいで3番が出る羽目になったんですよ。本当に5番霊能ですか、これ。9番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。3番さん、その下手くそな名前やめてもらいたい。俺が騎士。3番降りる。降りないんだったらあなた陣が行ってみるけど。あ、そう、乗らないんだ。わかった。ね、今日8番釣るわ。うん。で、8番つって、4番と5番のやりたい意図ってのは分かるから、正直4番、5番に関してはうまくやれてほしいかなっていうふうに思ってますね。なんで5番さんのことを疑ってんですかね。5番って霊能っているんだから、霊能って別に良くない？この段階で。仮に5番が霊能じゃなく、偽霊能でじゃあ、だとしても、新霊能が5番のムーブを許してるっていう形になっているから、8番が5番の霊能を気にするってことは、色結果を気にしたい人物。なんかグレーじゃなくて5番、何 ?4 級と5しか言ってないから、情報落ちてないし、8でいいんじゃないかって思ってるわ。で、4番ちょっとね、あれはやりすぎ。5番がいいと組み取れてるかどうかわからないけれども、うまくやってほしいと思ってるわ。じゃないと殴り合いになってしまうからね。かな。まあ、3番も構われるだけなんで、いいっす、もう。上地にただなっただけなんでね。かな。これでいいよね。8番釣りましょうかね。まあ、あとグレーで気になってるのは1番ぐらいですかね。まあ、7番、6、7心境で両方の目線を追ってるから、まあ、村の議論の中で、どっちに方向性で2つ上げとけば、どっちかに行った場合、そっちの論言えば、正論化されるから、みたいな論だと思うわ。はい。1番のプレイヤーが発言します。ああ、全く違いますね。ごめん。6番、7番、狼家庭で8番の狼がない。6番、7番、狂人家庭で8番の狼はある。6番、7番、狼家庭で8番の狂人はあるっていう自主点の双方を落としただけでしかないから。はい。それが不当だって、3番何言ってんすか？耳かっぽじってよく聞いてくださいね。精査対象、ああ、2番に関してもね。どっちやねんって。だから言ってるやん。どっちかまだ6番、7番に対して精査ついてないからって。はい。基本的に8に新芽はないと思ってるから、8の色味からでいいと思ってますよ。8黒結果だったら6、7心境で追えばいいと思っていて、あと灰に色狼を探せばいいだけ。そうなった時に、ムーバーが多いからめんどくさい、臭いって思ってるぐらい、どこに狼がいるんだろう、現状って。まあ、6番が死んだった時に2番が白、7番が死んだ時9番が白っていう情報が拾えるから、6番、7番が基本的に占い値を固定したいんだったら、俺占えばって思ってるぐらい、はい、今日8番釣ります。8番、じゃあ、3CO が見えている状況下で、3番の騎士を透かすメリットは8番視点で視点が詰まるから、ないです。2番のプレイヤーが発言します。
はい。まあ、総括、なんかしょうもない。全員しょうもないと思います。はい。6番はまず4番がどうちゃらじゃなくて3、1陣形だから5番が一角霊能です。はい。8番も5番から行きたい。じゃあ8番は5番に入れればって思います。くだらないです。6番も把握漏れがすごいし、7番に関しては、8に言わなくて基本的に8、1、8にと思うの。6番が2しろって8番が狼って、6番教授、8、2、8路出る意味説明してよ、7番って思うし。基本的に1番も8番が3番の騎士炙る意味がないって言うけど、別に3番が勝手に先に騎士使用して8番の白先が騎士だっただけだけど、別に8番が炙ったわけじゃないけど、8番が出るのが遅いだけだから別に時系列、8番出るの遅すぎです。はい。4番は何したいか分かりません。はい。全員人外なんじゃねって思ってから、くだらねえなって思うから、もう3番が釣りたいとこ釣れば。別に8番ってか6、7、8、全員、別に芯ないから、もう全員釣り切ればいいんじゃないって思います。はい。くだらないなって思いましたよ。はい。言ってることが何だろう。1番も、いや、6、7審議分かんねえからって言ってんじゃん。いや、どっちなのって言ったのは、8番が6、7から占いもらうこれが8番狼ないなって思うけど、6、7審議だった場合、8番が狼あるかもしれないってあなたが言ったことに対して、何言ってんのって突っ込んだだけです。6、7審議はついてないってことに対して、別に言及してないから。はい。で、1番が主張した8番が3番の騎士を炙る意味が分かんないって言ったけど、もう一回言うけど、3番が騎士使用して、8番がよく分かんないけど、3番に白打ってただけです。はい、結果論。だから全身ないという発言をしてるから、別にどこ釣ってもいいんじゃねって思いますよ。どうせ釣り切ってグレー投げればいいじゃん。みんなよくわかんない行動してるんだから、くだらないなって思います。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、まあ2番さんは普通に違うこと言ってますよ。8番さんが騎士使用したから私が出て、8番さんが占いスライドして3しろって言ったんで。1番さん最初の方ちょっと発言聞こえなかったんですけど、なんか8番さんに対して6、7に占われやすい行為だみたいなこと言ってませんでした？なんか人狼っぽくないみたいな感じのこと言ってたんで、そこがちょっと引っかかったんですけど、なんか聞き間違いだったらすみませんっていう感じです。まあ占い師に関しては引き続き6番さんが新目かなって思ってます。1周目行った理由ぐらい。グレーに関しては、まあ、9番さんは白もらってる状況で、霊能使用でしょう。4番さんは、私、村なら白もらってる状況で霊能使用すんのかなってちょっと思っちゃうんで、9番さんより4番さんの方が、私の中では結構人狼の可能性が、村ならしないんじゃないかなっていうような予想があります。わかんないですけど、今日は8番さんに投票します。以上です。4番のプレイヤーが発言します。あ、サマーさん出てくれてよかったって思いますね。噛まれてほしい考察だなって思ってました。今日は6番さんが一番芯がないと思って、6釣りしかないかなって思ってます。8番さんは出方的には一番芯目が高いんだけど、まあ、騎士からそのまま騎士で居残ってもいいんじゃないかなっていうのが一つと、騎士炙り出して最後占い出た狂人っていう目があるから、ただ8が人狼でやってたら、神狼狼でもない限り頭の弱い行動してるから、人狼落ちないじゃない、8番さんつってもって思ってますから、じゃあ、一番新目の高い発言してるのは7番なんですけど、で、6が、じゃあ真かっていうと真じゃないから、結局6番さんで黒落ちるんじゃないかなって思ってますね。はい、で、2番さんは単独で、ただひたすら暴言じゃないけど、文句を言っているだけの、ただの、むらりのない人。9と1が8を釣りをしている。8が真であるのを危険だと思って釣りをしているのかどうなのか。で、8番さんは狂人じゃないんだったら、明日黒ぶち込んでほしいなって思ってますね。明日白結果出してもなんか狂人臭く見えてしまうかなって個人的には思ってます。はい、そんなところですかね。発言で言ったら7番さんが真なんですよ。ね、6番さんは明らかに占い視点の話全然してないなって。あなた占い能力持ってない4がわからんみたいな話しかしてないから。6の真切りで6から釣っていいんじゃないですかね、5番さん。はい。8、8、8って言ってるのはかなり怪しい。特に騎士が言ってるのは結構臭いですよ。はい、全プレイヤーの。俺を選ぶなんて悪い子だな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは8番。他のプレイヤーにより追放されました。あの、俺死んだんだけど、だから6、7、2セラって言ってんじゃん。もう釣り切ってね。おう、あの、2セラって言ったじゃん、初週に。俺死んじゃん。9、4に騎士がいると思って俺出てんじゃん。そしたら3番騎士らたっていう。あのね、君たちムーバーのせいで俺偉い目に遭ってんだけど。5番偽なんじゃない？まあ、ムーバーなんかよくわからないんだけどね。あのね、ヒロちゃんはね、まあフェミナーですか。うん。女性第一主義者ですよ。私は決してね、三番さんが女性だから三四郎打ったわけじゃないんですよ。私が真の占い師だからこそね、三四郎を打てる。だって三番さん禁止で出てから高速の、取ってますよね。あれが真の証ですよ。うん。あれ数字変えてる時間なんかないじゃないですか。うん。ってことですよ。私が真なんですね。まあ、その、ムーバーだがよくわかりませんよ。そんなわけのわかんない、その一過性の言葉ね。あの、あれですよ。よくある、正月だかなんだかに、あの、文字で書いてね。あの、なんかあの、あれね。今年の言葉って言うとね。ムーバーじゃありませんよ、人狼会は。フェミナーですよ。女性第一主義者ね。フェミニストはこのゲームを支えてますわ。女性プレイヤー第一主義ですよ。女性がゲーム作ってるんですよ。僕たち男性はね、まあね、女性の下ですわ。私はね、3番さんにね、信じてもらえなかったのだけがっかりですね。とりあえずもう6なら偽ですからね。私真ね、5番ローでしょ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5番さん、色をください。色ください。5番さん、色をください。8番黒は、じゃあ、新郎じゃないですかね。で、2が狂人なんじゃないですか。8黒落ちたんだったら、だって8番が黒で、6、7が新居出てきた。だ、それをする必要なくない。だったら8が騎士でそのまま居残ってた方が強くないかな。まあ、8番さんがその動きできなかった、何も考えてない人なのかどうかは知りませんが、普通に新郎じゃないですか、これじゃあ。なので、釣り切ったら終わると思ってますね。はい。で、じゃあ7番さん視点、6で終わらんかったら1か4。あ、そうですか。で、6番さん視点は、4白の、2白だから1か9。あ、そうですか。不審老老じゃないですか。6、7。まあ、6番さんから釣るか。5番のプレイヤーが発言します。6番さん釣るんすか？黒落ちたのに4番さん。もう4番さんでいいと思いますけどね。8番さんからずらしに行った構図やし。黒が落ちてるにもかかわらず、まだ占い行きたい。狂人落としに行きたい4番さん。もう黒要素があり余ってるって感じですね。はい。黒が落ちてるにもかかわらず、狂人をさらに落としに行きたい4番さんですね。はい。グレー積みましょう。4番さん行きます。以上です。他に言うことないと思ってます。6番。のプレイヤーが発言します。4番狂人要素もあるから別に俺は別に飲めるよ。ただ4番さ白なんよ。8番を守りに来た構図やと思ったから4番黒硬いと思ったから4番裏んない。めちゃめちゃびっくりした。普通に4白はと思った。まあできれば9か1冷たいけど4番のせいで俺締め下げられるの嫌やから4番釣りは飲む。まあ普通に考えた場合、9で囲われてる方が大きいんかなと思ってる。それで8番が出てくることによって、っていうのがあると思うからね。かな。
または新郎路やけど、うん、まあ4番はそこで強靭目もありえると思うから、4番落としても全然いいと思っている。9と1を占ったら俺は分かるから。ただ、その8番が黒っていう結果で、一番濃厚って思うのは9番かなと思っている。理由としたら、その3周目で出てきた盤面下で、一番白くなるって考えられるんやったら、9番だと思ってるから。かな。うん。そんな感じかな。以上です。7番、7番のプレイヤーが発言します。2番さん白でしたね。いや、なんで2番さんが選んだかと言ったら、あまりにも8番さんに票が集まりすぎてるから、これ8番さんは貫いた強靭の可能性もあるかなと思って、では6番さん狼の場合、相方どこだってなったら、初日にそれこそ相方の2番さんが囲ったかなと思って2番さんを占ったら、白だったんですね。で、1番さんに関しては、なんか自分占いや的なこと言ってたでしょ。例えば8番さん、今回狼がもう確定したんですけど、相方で1番さんはもうないかなって思ってますね。だって、8番さんに黒落ちて1番さん、例えば今日俺占って黒出るとするでしょ。その場合って、じゃあ1番さんつって、7の真偽確かめようぜってなるわけですから、さすがに1、8番さんで1番さん自分占いやは、多分昨日の状況下では言えないでしょうから、そうなると現状、まあ自分は別に4番さんか、あとはそれこそ、なんか4番さん新ロー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 ってずっと言ってるから、4番さん強靭、6、8番さん狼とかもあるかなって今見てるんで、自分は別に今日は4番さん行ってもいいです。現に昨日4番さんって最後、6番さんになんか票変えようとしょったでしょ。だからまあ、4、8番さんっていうのもまあ、なきにもあらずかなと思うんで、いずれにしても別に4番さんつって終わらなかったら、あとはもう、1、6番さんと力ないばもう答えわかるんで、はい。っていうところですね。まあ、新郎郎って4番さんから言い始めてるんで、で、6番さんもその話になんか乗っかって4番さん狂気してるでしょ。だから、これ6、8番さん狼もまあ、あり得るかなとかって思ったりもしてるんですよね。うんうん。まあ、プレゼンティブに上がりますね。今日、じゃあ、4番さん投票します。9番のプレイヤーが発言します。いや、例の釣り切りで勝てると思って、4番同意で新ロールだと思ってる。理由に関して、1番が、2日目、新ロー強っていうふうに勝手に置いて、で、で、2日目、グレー詰めるっていうふうに1番が布石で打ってるから、1番が強靭で、で、8番が5番に対し、霊能、本当に霊能かどうかを探ってる構図が、新郎路やった場合って、初日黒結果見せないと村の視点の中でグレー詰めっていう提案に持ち越されないから、8番が5番に対して霊能で粘着して、本当に霊能なんて気がかける構図っていうのが、まあ戦略を、要はその途中で戦略が潰れてしまうから、5番の霊能をはっきりさせたかった人外かなと思って。かな。で、2番の強靭はないと思ってる。2番ってだって6番、7番、8番釣り切ればいいんじゃないですかって言ってるし、じゃあ4番が狼っぽくないし、4番の強靭もないと思ってる。4番が強靭で、俺って霊能使用したのって、霊能潜伏しろよっていう意図で、霊能アーマーで出た観点で、で、4番も多分それに乗った構図だと思ってて、で、4番出た瞬間俺ムラサラしてるから、で、4番が居座った状況の中でじゃあ噛まれちゃうから、あんま4番の強靭も追えないわ。で、狼コードとしてもあんま考えにくいし、84ってのもない。8番黒でしょ？だからないって。8番黒だから。ないと思うわ。6番強靭で 4-8？ いや、ないだろ。普通に。どういう勝ち筋って思ってるから、強靭値1だと思ってて、2番強靭ない、4番強靭もないと思ってるから、ロラで終わると思うのが第一温泉なんだけど。だから7番が6番、6、8もあると思って、6番から行けばいいものの4番からだから、ついても合ってるから7番から行きます。1番のプレイヤーが発言します。その目線だったら6が狼でしょ。だって6の視点って4番が強靭になってるんだよ。6の視点って、じゃあ4番強靭で、6番、7番、8番で狼が2匹出てきている状況か、8の黒を見せるべき状況かで、6が強靭だったら6に、あ、4が強靭だったら6にフォーカス変えないんだから。どのみち4つで、6、7が俺を占った時に、7が1に白を出せば、7の視点も6が狼が透けるんだから、それでいいじゃん。何言ってんの、9番。俺の強靭なんてないんだから。はい。じゃあ、7番釣りますか？現状7番が死んだと思っていて、6番強靭で4番狼が濃厚だと思ってますよ、僕。7番釣っていいんですか？ 9 番さん。いや、7番が絶対死んだよ。はい。だって俺白だもん。
6番がじゃあ色打てるのってどこ、7番が色打てるのってどこ、7番って2番、9番が白白で、4番1番がグレー、今日4番詰めて1に色付けしたとき、1が白だったら6狼なんだから、あの新郎を追うんだったら7が真なんだって。何言ってんの9番。はい、今日4釣ります。2番のプレイヤーが発言します。新郎を追ってね、4番詰めんの、ということよくわかんねえ。俺5番の、5番が決めたことにも曲げんのめんどくさい、4番でよくねって思うけど、言ったけど6番つったら7番の占いって4番でしかないから、7番はそれで死ぬ。7番1番狼分かって、かつ4番、4番あって白だったらもう4番も隠しになって、6、7釣り切って、まあ、7死んだったら1番がオークラスールだし、それでよくねって思ったけど。4番に言っとくけど、2番が強靭じゃねえ、6、7、別に6、7釣り切っていいよ。じゃあ、俺が最初から初日から占い死んねえから全員ロラだって言ってるんだから、それで強靭数拾うんだったら雑っすよ。あと俺に対して、なんかヘイト巻いて巻いてるムラリがない行動じゃ、あんたの例の死は何なの、ムラリあんの、何したいの、ねえ、説明してみろって。説明できんの、できねえだろ。だったらすんなよ。で、いちいち突っかかってくんのめんどくせえ。はい。俺、口悪いって最近ちょっと気が立ってるんで、なんかくだらないことする人多いから。いや、いいんじゃねえ、もう4番で。4番でいいと、まあ4番で、4番とか4番もいら、だどこ、まあどうしよっかな。俺でもこれで投票ずらすとなんかまためんどくさいから、この5番が決めたから4番を詰めれば、6、7の決め打ちをすれば。はい。悪いけど俺はもう隠しろだから。いや、詰めるなら6だけどね。6はもう別にし、もう6の仕事はないと思う。4番ラッセルメンデスが7番の仕事が4番占いがあるから、詰めるなら6番だけど。4番。まあ、4でいっか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。いや、やっぱね、役が弱いとこういうことになっちゃうんですよね。うまくさ、人外に利用されちゃうんですよ、5番さん。だってさ、4がローだと思うんだったら、4って6釣りをしてるんですよ。だったら、4だったらさ、8で黒落ちてたら7が死んでしかないんですけど、4番黒っていうパターンってさ。じゃあ、4の言う通り、じゃあ今日6詰めましょう。で、7番さん4占いって言えばいいじゃないですか、5番さん。いや、それがね、できないから、こういうことになっちゃうんだよね。しかも新路を追ってんのに、4番って何の作戦も立ててなくない？次の人な、日のこと何も考えてないのに、まあまあ、これで最白になっちゃったのが9番さんなんですよ。だからここで釣り切りできない状況で、勝手に最終になってしまったのは9番さんという状況ですね。はい、そうだな、6、7に関しては、7番がなんで4乗りに同意したのかさっぱり理解できないですね。今日6番、今日6番釣って自分が4を占いますね。で、自分が噛まれた場合4釣ってくださいっていう発言、7ができたはずなのにしてないから、多分7が、人狼で、芯を取りに来てて、7、8でやってんじゃないですか。はい。芯狼狼だった場合ね。はい。で、7番さんがガチ死んで6が強靭だった場合は、7番さんの結果は、そうだな、7に占ってほしい位置は、違うか。7番さんはどこだ？占ってないよ。あ、7は1しかないのか。まあ、頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、悔いなく。休暇見でもいいよ。めんどくさかったら休暇見でも。休暇見の方がまだよくね。休暇見でもいいよ。休暇んだら。9番紙の方がよくね。まあいいよ、5紙でもいいけど。6視点不明だからね、9の色とか。1の色とか不明だからね。まあ、いいんじゃない？夜。まあ、一つの、昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。
一白ね、一の占った理由として、てかね、ちゃって、まず、7番さんの占い師を明確におかしいと思ってもらえるとありがたいです。うん。で、一占った理由としては、俺が破綻してるんじゃなくて、じゃあ、俺は別に4番さん別に釣ってもいいって言ってね、強靭面もあるからって。うん。それやのに1番さんが明らかに、俺が破綻してるみたいな発言したけど、うん。一番視点で黒いと思うとこは7番なんだ。偽だと思うところは。だから1番ってのは違和感でしかなかったから一番占い。うん。ね？これ分かった？うん。で、7番さん視点言ったら、1か6占うんやったら1番から占うべき。じゃあ、新郎郎っていうのは最初から見えへん番目やから。だ、それで囲ってんのがやっぱ静着やったんかな ?9 番で。うん。うん。普通に決め打ちね、今日。俺を老やと思うんやったら、俺に入れたいし。俺を新やと思うんやったら7番投票。それで村を勝てるから。わかるね。で、7番で終わらんかった盤面か9番がラストウルフ。または9番から詰めても OK。それ7番さん目線も飲めるはず。かな。以上です。7番のプレイヤーが発言します。いや、9番さん釣りは見えないですね。で、昨日も言いましたけれども、8番さんの相方で1番さんっていうのはもうほぼないんですよ。昨日も言いましたけど、1番さんは自分占いまで言ってるんですよ。どう見たって昨日で8番さんが釣られる流れになってて、で、8番さん例の結果で黒出るとするでしょ。で、俺自身占いですけど、1番さんで、狼やった場合って、1個出て、で、じゃあ1から釣って、じゃあ7進化見ようぜってなるわけですから、1番さんと8番さんのペアってのはほぼないんですよ。だから自分の中じゃあ4、6番さん、のどっちかかなと思ってたから、で、4番さん、5番さんって思わなかったでしょ。だから、6番さん占ったし、別に6番さん占ってしまった場合っていうのは、それこそ、1、8番さんでレアケースだなって思うわけですから、別に自分の6番さん占いはおかしくないですね。ってことは、6番さんの1番さん占いの方が、どうかと思いますけどね。ましてや、6番さん目線は、8、9番さん狼、7強人に見えるんですか？いえいえ。だって、9番さん、結構8番さん、ゴリ釣り押ししてましたし、キューバーさんなんか7つで昨日書いてるんですよ。それはないでしょう。はい。うん。まあ、だからまあ、結局6、8番さん狼だったってことなんですけど、ちょっと強靭位置がちょっとどこかわかんないですよね。いや、4番さんが例えば強靭。いや、昨日は別に4番さんの狼もあるか、8番さんの言い方があるかなと思ったから、別に4番さんで挑むって言ったわけであって、ちょっと今日ここ6番さん釣ってくれないと、やばいですね。ピピになっちゃうんで。で、4番さん強靭な場合に、あまりにも新郎郎、新郎郎っていうのは、クワピにせはちょっとやりすぎだと思うんで、4番さん強靭の場合、かけずに行きたいと6番さん落としてほしいっていうふうに思ってますね。はい。今日は6番さんいきます。9番のプレイヤーが発言します。いや、だからさ、いや、だからさ、今7番出現してて、6番さん釣らないと PP になりますって、いや、6、8ロールでしょ、7番の師匠って。だから7番が今出現してるでしょ。で、強靭位置が結局言えてないでしょ。教えてあげる位置だよ、強靭位置は。で、俺がなんで、いや、4番なんて狼じゃないじゃないだろ、普通に、行動的に。あれで狼だったらびっくりするんだけど、普通に。俺の霊能に関して、4番がそれになって乗った構図。4番っていうのは、じゃあどっちかってなった時5番が出るでしょ。で、俺が降りて4番が降りる構図で、じゃあラスル逃げ位置が4番ってあんまり考えにくいと思ってるから。だから1番も7番も同意に4番行きますって言ってるんでしょ。で、今7番が6番つって、明日次の日 PP 行きますって、何言ってんのって思ってるんだけど。うん、かな。6番で1でしょ ?7 番って。6、8なんだから、別に、6で終わるっていいんじゃないの、で、6番からルーターが割れてるし。てか、この俺が新ロール追ったね、キーポイントはね、8番のね、5番の例の疑った視点なんだよね。なんで5番に執着するんだって。で、4球しか言ってないでしょ。うん。夜の会話で自らシナリオを決め込んでいた戦略だった場合って、絶対霊能の色って黒を出さないといけないっていう観点から、そこを主張して大事にしている観点とかあるから。で、クロストで7番が4番で終わるって言って終わってないから、もう7番行くよ。
で、1は相変わらず、あれでしょ、また言うんでしょ、シンドラじゃねえよ、つって。6番、言うんでしょ、戻せ。7番行くよ、7番。6番もいいね。1番のプレイヤーが発言します。だから、言ってんでしょ、シンドラだったら7番が死んだってるんだから。9番、7番の視点で6番狼、9、1、2に狂人がいた場合って、7決め打ち盤面で7釣られたら負けなんだから、それで PP なんだから、7番の言ってること合ってるんだから、ねじ曲げんな。9番それこそ人外か。はい。9番狂人か。じゃあ6番釣れば終わりますね。今日6釣ります。あ、6番さん、あなたの目線で4番狂人がないって言ってるんですよ。4番狂人だったら、6、7、8に2浪が捨てている状況で、明らかに8が言ってることがおかしい状況か、8を生き残らせて、6を釣る、6が白結果だった場合って、7、8釣り切られるんで、6番の目線で4番狂人がないって言ってるんです。はい、今日6釣ります。以上です。2番のプレイヤーが発言します。ああ、俺が一通かな多分。まあ、6、7決め打ちね。7番の出現、まあ、それもそう。だ6番視点で9番つって、もう別にいいわ。おかしいな。9、1、2で一番強靭目があるのは多分普通に1。時点で俺。9からつったら最悪 PP っすよ。強靭、例えば一番が強靭使用した場合って、占い抜いたら PP されるから。6進の場合って、一白でしょ ?8、9から7、8なわけでしょ、でも7進の時は6、8等でしょ、7番は別に、まあ6番占おうが、まあ賞味別に。え待ってよ。7番って、あ、7番って9白持ってたから、1、6どっちでもいいわけだけど。地球に狂人がいた場合に7番がご主人って、地球に狂人いた場合6、7どっちがご主人かわかる。あ、でも俺も多分新老老だと今は思ってるかな。まあ6、7決め打つけど。で、9番が7番で1番が6番で俺が5つか。6、7番はお互いに入れないと死にますよ。どうしよっかな。8番を、どっちもどっちこっちだよな。4番で狂人は絶対死んでないと思う。以上。まあいいんじゃない。あ、おあけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。新郎郎、まあ負けたら負けたでしゃあないんじゃない。うん、まあ負けたら次の試合行きましょう。勝ったらラッキー。って感じだな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。わかりやすい。いつ外せよ。いつ、いや絶対7番出現したよね。あれじゃあなので4人盤面だから、6番釣らなかったら PP って、強靭いた場合ってその気がするべきだから、当たり前のこと言ってるだけじゃん。いやー、ちゃんひろを信用したわ。俺分かんなかったわ。でも、新郎ロッド。俺、信用しよう。いや、でも今回結構俺、ちゃんと丁寧に説明したつもりなんだけどね。4番釣りを7番って、新郎ロで8が霊能の5番を疑ってる構図が、どうしてもなんか新郎ロだった場合って結構な整合性取れちゃうんだよね。まあ、4釣りになったけどね、7が黒っぽくなったからいけるかなって思って見てましたよ。6つっとけばよかったじゃあ、もう先に。